はい、文明寺から始まりました。桃卓ですってことで、今回はですね、仕方の抜き方、これやっていきたいと思います。はい、皆さんもね、スイングガッチガチやと思うんですよね。このガッチガチなスイング、どうやったら力が抜けるか、これやっていきたいと思うんですけど、皆さん、やっぱボールを目の前にするとすごい力が入ると思うんですね。いざ打つぞってなった時にボールに集中しすぎて力が入ってミスが出る、これ多いと思うんですけど、まあそういう方って素振りは綺麗だと思うんですよね。素振りは綺麗に振れるのに、ボールを見ると力が入る、どうしても素振りのようなスイングができないって方が多いと思うんで、まあ今日はその力の抜く方法というか、素振りのようにいかにその球を打てるか、これをやっていきたいと思うんですけど、皆さんも普通にね、素振りをしてもらって意識しながらこうやってるとね、なんか素振りだと全然ダフらないとか、空中を振る感じもなくて綺麗にこうやって振れてるのに、いざボールがあるとバーンとね、地面どんだけ叩くねってぐらい叩いたりとかね、あると思うんですよ。なんでそのさっきまでね、素振りはめっちゃいいのに、いざボールがあるとそうなるのかなっていうのは、どうしてもやっぱこうね、一球に対してやっぱこうね、力が入るっていうのは仕方がないことなんですし、目線もボールにやっぱ集中しすぎちゃうんで、どうしても力が入るっていうのはまあ当然のことなんですね。なのでいかにその素振りの感覚で、素振りも連続で素振りしてる感覚、この連続素振りっていうのがやっぱすごくよくて、連続で素振りをしてる時っていうのが一番まあ理想的なリズム感であったりとか、力の入れ方とか、まあ、軌道もね自然と良くなったりとかするんで、その連続素振りをしてる中でボールがここにあって、スパーンと抜けていくような感覚が出るのが一番理想的なんで、その感覚をボールがあってもつけれるようにしていきましょう。じゃあどうするかっていうと、ボールありますね、そこで普通に振っていくんですけど、振り終わった後ですね、振り終わった後に戻します。要は連続素振りの中にボールがある感じを作っていきたいんで、打ったら戻す、打ち終わって終わりじゃなくて振り戻すっていう動作をつけてあげると、頭も残るし体も残したまま振り抜ける感覚、そして素振りの感覚のまま振れるようになってきます。なのでボールがある中で打って戻す、だいたいもうそのまま素振りしちゃうんです。なので一球に対してこうしっかりと振ろうっていう意識を取って、連続素振りをしてあげる中でボールを打つ、なんか楽に打つ感覚、なんかボールへの意識とかっていうのもちょっと薄れて、あ、力が抜けてきたなっていう感覚が出てくると思います。一回いきますね、打って戻す。じゃあなんかボールの行き先を見ないで済むんで、ヘッドアップの予防にもすごくなります。だから顔が上がりやすい、体が向こうに開きやすいとかっていう方はこれおすすめになってきます。で、同じような感覚を持って見る、下向いたまま振り抜いて見るっていう順番で、まあ、楽に打てるようになってから、まあ、一球をしっかりと打てるようになってきたら、楽なスイングっていうのができるようになってきます。今アイアンでやってますけど、まあ、これはドライバーも同じで、ドライバーだとねやっぱ力が入ると思うんで、ドライバーも同じように打って打つ、もう行き先のね球は見たいところだと思うんですけど、そこはあえて力を抜く練習なんで、向こうは見ないで戻すっていう感じですね。なので力を抜きながらしっかりとスイングをしていく、その感覚を持って実際のショットにつなげていけると力が抜けてくるかなと思います。はい、ってことで、今回はね、力の抜き方について説明をしてきました。まあやっぱこう素振りですよね。まず素振りをしっかりとすることがすごい大事なんですけど、普段ねボールばっかり打つだけじゃなくて、素振りっていうのもしっかりとするようにしていきましょう。で、その綺麗な素振りができるようになって、まあ、その素振りの感覚をショットにつなげていくっていうのが大事になってくるんで、ぜひね、素振りの練習と、でさっきやった素振りのように打つ感覚っていう練習をセットでやってみてください。
はい、ということで、今回はですね、力の抜く方法を、説明をしてきました。今回の動画が参考になったよって方がいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まだね、いろんなコメントもお待ちしてますので、コメントもどんどんお待ちしてます。はい、ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。